リングエックスはデラヒーバーとエックスを合わせた非常にバックテイクであったりとかスイープを狙っていくのに有効なんだけども、まあ、一番やっぱりこいつが強いのはハニースティックだよ。デラヒーバー X、まあ、基本的にはデラヒーバーから入っていくんですけども、まあ、シッティングガードとかがいろいろ入れます。で、胴着じゃなくても、胴着で普通にできますし、まあ、胴着とかがあると、帯とかラベルとか使って、まあ、より拘束できるので、非常に硬いガードになると思います。まあ、例えば、胴着ダルヒーバーで振ってで、起き上がって、シッティングすると手をついて、後ろに移動できるので、ここでディープフック刺すことができますね。で、X 取ることができます。この形が一つ目。ごめんなさい、こっちを手上げてください。胴着の場合は、まあ、カラーもしくはスリーブ、どっちもいいですけども、同じようにシッティングで、まあ、いろいろ持つことができます。まあ、これ、キープしている間に同じように手をついて、後ろに移動して X 作って、まずエントリーはこういった形で入っていきます。ハニースティックを狙っちゃってもいいんですけども、まあ、プレッシャーとしてやっぱりこれが一番強いのはバックテイクのプレッシャーを与えることができるので後ろ狙われるのがほぼ怖いと思うんですよね。形としてはもう半分ベイビーボール成功しているようなものになっているので、まあ、道着の場合は特に帯とかパングリップ使えるのでそのまま X でこれで要はいいのが前と後ろでサンドしてるから相手が足を逃がしにくいですよね。で例えばこれで 手で落とそうとしてる下なんかこっちはもうベルトとかパングリップキャッチできるのでその状態から後ろに移動していきます。こっちの手ですね、シッティングで膝を抱えててラペルとか拘束してた手をこれ足まだ外さないバッテンキープしててここフックちゃんと返すの大事ですね。この状態でベルト引くと相手の逆足ファーサイドの足にアタッチできるのでこいつを掴んでパングリップもしくはアンクルグラブ掴んでから X を外してフックでバックテイク一応これは常に狙えた方がいいです。ハニースティックの形に入っていく流れで同じようにシッティング作りました。でバックテイク作りました。一番初め、まあ、どなたでも簡単に入りやすいかなと思うのが固定率としては、まあ、多分 40% ぐらい。相手も逃げるチャンスまだある。X で、X のこの、まあ、バックワードスイープですよね。草刈りの形で、こっちのバッテンを足首のとこ、アンクルのところに落とすと。でそしたら、この足首引っ張ってきて、自分は、今相手に対して向き直ってますけども、自分のもも裏を相手の中に向けるように、やや、こっちに体を向けてくると膝と足首引っ張ってこれるので両方引っ張ってきてで必要ならば手をついてここをクロス組みます、まあ、これは要はこの足を足間で取られるのを防ぐためにここバッテン取ってください。で、まあ、胴着胴着問わずここストレートフットロックが一応鉄板ですね、まあ、もちろんそのグラップリングでヒールありとかになってくるとヒールも狙えるんですけども、まあ、今回は胴着だけなのでストレートフットロックを狙っていきます、まあ、このサイドとクロスのサイドがあります。これはどちらでも狙います。今の流れだと、まあ、相手こけた時にまだこの足首を逃がすっていうチャンスが発生してしまうので、まあ、そこまで硬くないんですよね。スイープとしては、まあ、非常にやりやすいので、まあ、こかしやすくて、まあ、なんだったら最悪には取れるみたいな流れではあるんですけども、もう一個強めでいくならば、シッティングして、X、起き上がりました。少し向き変えようか。この状態になった時に、まあ、ラペルとか使って拘束してもいいです。今ちょっと脳技版でやってますけども、初めから、この相手が立った状態の時から、手をついて、自分のトップレッグが、もも裏が相手のもも前に当たるような感じに、こうですね、差し込んでいきます。一緒ですね。ここで足首と膝をちゃんと両方引っ張ってあげて、足自分の
足をカバーしてストレートフットロック決めていきます。で、まあこれ全部この形でいろいろあるんですけども、バックテイクと非常に合わせやすいのが、シッティングしました。で、この時に、まあ、ベイビーボールのアタックを入れることができるので、こっちサイドバッテン作って、でも、ちょっと弱かった時に、こういう感じに、地面で足蹴って、まあ、ベイビーボールと同じですね。まあ、ベイビーボールの場合は、手前側蹴りますが、今回の場合は、そのままももを蹴って、ファーサイドの足をバックステップさせます。起き上がってきて、X 作りました。この状態から地面蹴って、要はこのバックテイクと同じような動きを作っていきます。で、この状態から先に、こっちですね。後ろから足首もしくはパングリップでキャッチした後に、最後、この X を作っていきます。で、これができると、相手に対して膝カックンするような前に倒すプレッシャーをかけることができるので、まあ、ロングだったらそのまま転がりますが、道着とかの場合だったらバックも行けるようにベルトをキャッチして、こうですね。前に崩していきます。で、前に崩して、ここで相手が、この膝つくぐらいの、膝ついたもしくは膝つくぐらいの高さになったら、今、この状態なんですけども、ヒップクランプ、ちょっとわかんない人はヒップクランプの動画見てほしいんですが、ヒップクランプをスイープで使うように、腹ばいになりながら、前に回転していきます。ここから、こうですね。結果的に仰向けになるので、形は一緒ですね。引っ張って、ハニーステップの形はいっていきます。まあ、後ろからもプレッシャーかけれるし、これ前からもプレッシャーかけれるし、相手が高い位置にようが低い位置にようが決めることができるんですけども、まあ、基本的にじゃあ次、前から、攻めていく形で同じように、まあ、シッティング入ってゼラヒーが X 作りました、まあ、ここら辺のアタッチを相手が気にしてる、何も取らせてくれないっていう風になった時に、まあ別にどっから攻めてもいいんですけど、こっちですね、これをリバーセラヒーバのインサイドロールする時みたいに足首の前側からここですね、ちょっと見えにくいですが、ここ手のひらを上にして入れていきます。X ですね。で、回転できるので、引っ張って、決めていきますね。